こんにちは、みなさん。私はシュウですあ私はあ。今日は私のおすすめの日本パブカージャン、日本麻雀について紹介したいと思います。私は子供の時、麻雀を始めました。その後、麻雀のルールを全部理解しました。これまで麻雀に趣味がありませんでした。でも、あがき闇に降り,降り立った天才という漫画を読んだ後で、 あ日本麻雀が大好きになりました。日本麻雀と中国麻雀はあはちょっと違います。日本麻雀は人気が高い理由はたくさん麻雀というアニメーとドラマがあるかもしれません,、うん。そして日本麻雀は新しいルールがあります。例えば、うん、リチとドラとドフリティンですあ。はい。面白いです。 私の特に好きなルールはフリテンです。フリテンの意味は、自分の捨てたパイの中に、上がりとなるパイが含まれている場合はロンができませんあ。そのルールは麻雀に楽しさを増します、えっと。全部のルールを紹介するにはちょっと長いので、ウィキペディアを見てください。 マージャンについてアミーがますます放送されるにつれて、マージャンは多くの人をされています。私は最近、あもし時間があったら、あ自分の海外電話でマージャン、マージャンゲームをあーしますあ。とても面白いと思います。これで私のおすすめのポップコーデ上の紹介を終わりますあ。ありがとうございました。